今週のテーマは空き家のお悩み解決します。空き家相談窓口のご案内。県内で10万戸に届く勢いで増加している空き家。空き家は放置することで倒壊や火災などの危険性や防犯・衛生上の課題もあることから、県では危険な空き家になる前に対応するため取り組みを進めています。空き家の所有者には管理責任があります。県では危険な空き家となった場合のデメリット、空き家の管理や相続登記について紹介したリーフレットや、実際に空き家を活用した事例集の作成を行い周知に取り組んでいるほか、県、各市町村、警察、消防、法務局、民間団体などを構成員とした岩手県空き家等対策連絡会議の開催を通じ、空き家の適正管理や利活用を促しています。また空き家所有者の相談に応じるため相談窓口を開設しています。この空き家相談窓口は、空き家を所有する中で生じる様々な悩みにワンストップで対応します。岩手県建築住宅センターでは、岩手県から委託を受けて空き家相談窓口を開設しております。空き家所有者やこれから空き家を所有する方を対象に、相続、維持管理、賃貸、売却など空き家についてのお悩みや相談内容に応じて専門家相談窓口をご紹介いたします。相談は無料ですので、空き家のことでお困りの方はお気軽にご相談ください。家は使われなくなると途端に痛みが早くなります。空き家を放置せずに適正な管理や相続登記をお願いします。また将来空き家になった場合の対応を、空き家になる前にできるだけ早く家族で話し合うことがとても大事です。適正に管理すれば空き家は良質な住宅として活用ができます。空き家に悩んだらまずはご相談ください。岩手ワンコ広報室、来週もお楽しみに。